近年核家族化や食事の簡素化により一人で食事をとる固食が増えその影響から栄養が偏っている人や朝食を抜くという人も多いと言われています今回のホットライン高松は健康づくり推進課の大隈さんをお迎えしバランスの良い食事のためのポイントについてお伺いします大隈さんよろしくお願いしますよろしくお願いします 健康づくり推進課では市民の皆さんが健康的な生活を送るために欠かすことのできない食事について正しい知識を身につけていただくため食育講座や食事バランスガイドの作成などさまざまなアプローチを行っています特に9月は食生活改善普及運動月間ですのでこの機会に規則正しい食生活について 皆さんに改めて考えていただきたいと思います。私も忙しくなると、ついつい食事をおろすかにしがちなんですよね。でも規則正しい食生活というと、やはり朝、昼、晩と3食欠かさずに食べることがポイントとなりますよね。そうですね。3食欠かさず食べることはとても大事なことになります。その中でも、まず朝ごはんをきちんと食べること、 これが大切ななポイントの1つになります。朝ごはんは一日のパワーの源になる食事と言われていますが今若い世代を中心に朝食を取らなないい人が多くなってきてきます。朝は忙しいので時間がない,いや朝ごはんくらい抜いても大丈夫と思うかもしれませんが朝ごはんを食べないと1回の食事の量が増え食べ過ぎることもあるので。 肥満や生活習慣病の発症につながることもありますまた朝ごはんを食べないと脳へのエネルギーが不足しイライラしたり集中力がなくなり勉強や仕事もはかどらなくなってしまいます果物やお菓子、栄養サプリメントなどの常剤で朝ごはんを済ませている方もいらっしゃるかもしれませんが生き生きとした一日を過ごすためにも 栄養バランスの取れたご飯を食べることを心がけてください朝食を取ることで規則正しい食生活のリズムが作れるということなんですねはい先ほど栄養バランスのいい食事と言われてたんですがどのような食事がバランスがいいんでしょうかはい一食の中にご飯などの主食魚・肉などの主菜野菜などの副菜を組み合わせた食事を取ることですね 栄養バランスの取れた食事をとることも規則正しい食生活に欠かせない大切なポイントとなります中でも野菜をしっかりとることが重要なのですが残念ながら野菜の摂取量は減少傾向にあるんです松尾さんは一日にどれくらいの野菜を食べていますか そうですね。食事の時には必ずサラダを食べるようにしているんで小皿で1皿で取れる野菜の摂取量は約 70g とされているので松尾さんの場合 210g から 280g ということで惜しいですね生活習慣病予防のために勧められている一日の野菜摂取量は。 350グラム以上とされていますので松尾さんの場合あと一皿程度野菜を食べる必要がありますねサラダなどの生野菜を食べるのもいいですが焼く、煮るなどの加熱処理をすることでかさが減り一度にたくさんの野菜が食べられるのでおすすめですちなみに高松市民の野菜の平均摂取量は約250グラムなので100グラムほど 足りていないことになります。一皿七十グラムちょっとということは、私はあと一皿ちょっと食べれば。一日に必要な野菜が摂取できるということですね。そうですね。あと一皿をプラスするために、レタスやトマトなどの調理をせずに食べることができる野菜や。具沢山の味噌汁やスープを一皿プラス。また、外食でうどんを食べる際にも、おでんや天ぷらで。 必ず野菜をプラスするなど、外食の時でも野菜をたっぷり食べることができるメニューを選ぶよう工夫してみてくださいなるほど外食のサインにもなるべく定食を選ぶなど野菜が摂れる食事選びをすることが大切ですねはいそれでは、その他に何か注意すすることははありますか、はい。その他には食への摂取量が多いことが挙げられます。 国が示している日本人の食事摂取基準、2020年版では男性7.5グラム、女性6.5グラム未満としていますが、現在の摂取量は9.6グラムとなっています。確かに多いですよね。はい。ですので、1日マイナス2から3グラムを目標に減塩に取り組んでいただきたいと思います。 一日二グラムから三グラムと言ってもちょっとイメージが難しいんですけれどもどのようにすればいいでしょうか。確かにグラムで考えるのは難しいと思いますので、まず自分の食事を考えてみましょう。松尾さんは麺を食べるときはスープを残していますか。いやー、スープが美味しいのでついつい飲んじゃいます。麺類を食べるときにはスープを残す。 それだけでも約三から四グラムの減塩につながりますそういった工夫を実践していくことが大切ですそうなんですね何か食品の食塩相当量を確認する方法はないんですか栄養成分表示をご存知でしょうか市販の弁当やお菓子袋の裏に記載されているものでその食品に含まれる食塩相当量を確認できますぜひ食品を選ぶときは 食塩相当量確認してみてくださいなるほど、減塩も意識して取り組んでみます今日は食事をおいしくバランスよく食べるためのポイントについて健康づくり推進課の大熊さんにお話をお聞きしました大熊さんありがとうございましたありがとうございましたぜひ皆さんもこの機会にご自身の食生活について振り返っていただき 食生活の改善に取り組んでみてください。